いや、すごいね、暑いです。もうね、暑い。うん、大丈夫そうかな。うん、大丈夫そうだね。あ、膨らんできてる。はい、エミリーチャンネルご視聴いただきありがとうございます。はい、ちょっとね、私、今までちょっとキャンプに行ったことなくてですね、キャンプにめちゃくちゃ行ってみたいっていう、まあ、気持ちがあってですね、いろいろね、それに行くにね、際してね、まあ、いろんなものが必要になるんですけど、必要なものっていうのをちょっとね、揃えさせていただきました。でね、全然足りないと思うんだけれども、ちょっと見ていきたいと思います。で、やっぱり YouTube にもこれ収めたいな、初めてのキャンプっていうのを収めたいなと思っていて、その動画を収める時にどうしようかなと思ったんですけど、やっぱりアクションカメラとかってすごいいいなって思ってたんですけど、 GoPro とか、まあ、結構5万円以上するので、カメラも持ってたりとかスマホとかもあるので、まあちょっと買いにくい、買うのは大変だなっていうところで、すごいね、アイテムをちょっと見つけちゃったんです。実は GoPro もいらない、カメラもいらない、スマホだけ、そして手ぶらで撮影できる。で、これ早速開けていきたいと思います。これですね、ウェアラブルカメラスマホ、対応のですね、このマウントですね、何のマウント、どこにつけるマウントっていうと、リュックです。じゃあ早速開けていきたいと思います。これが、クリップですね。これが、リュックにつける、結構硬いですね。取扱説明書とか全く入ってないですね。ですね。じゃあ実際これを、リュックが、リュックにこうやって、リュックに対してこうやってつけるので、実際にこれスマートフォンつけていきたいと思います。こんな感じですね。ここがこう開くので、そこにこう挟むという感じですね。うん、しっかりグリップも、うん、固めにしてあるので、悪くないなという、印象です。結構、うん。そうだね、かなり硬くなってるから、ちょっと iPhone12ProMax が結構重いので、ちょっとかなりハードな、ラフティングとかする際はちょっと危ないかもしれないですね。なんですけど、これに、つけていきたいと思います。はい、ちょっとここも閉めちゃいまして、ここら辺につけたいですね。なので、ここら辺に、うん、こんな感じですね。ちょっ、うん、大丈夫そうかな。うん、大丈夫そうだね。うん、こんな感じですね。見えますか？かなりもう変態ですよね。もうかなりこれはもう気持ち悪いです、正直。まあでもここで両手でこういうふうにこう開けられるので、まあこれでこういうふうに撮りながらこういうふうにできるので、まあ GoPro と同じことが、まあ GoPro とかアクションカメラを買わないで、これを自分の両手を空いた状態でいろいろ何かを手元を撮影したりとか、できるので、まあかなり、しかも高画質なので、結構 iPhone ってなので、動画に関しては高画質なので、これ結構いいんじゃないかなと思ってます。はい、いいだね。テントの方、テントじゃなくてね、テントはね、ちょっとお借りするんですけれども、今回寝袋ね、ちょっと必要だったので、寝袋を買いました。あとね、寝袋と、あとね、マットを買いました。でね、実際じゃあ開けていきたいと思います。どっちがどっち入ってるかわかんないですけど、ちょっと開けていきたいと思います。こんな感じですね。やっと出ました。結構硬くてちょっと手首が痛くなりそう。はい、こんな感じですね。ああ、素材ね、いいですね。意外とダウンって感じで、あったかそうな感じで、はい、こんな感じですね。
ちょっと緑の、感じについていて、いい感じですね。でここに、バリバリがついてて、ジッパーがついてる感じですね。でこれが、ここまで開いて、じゃあ実際に入ってですね、寝てみたいと思います。これね、今床に結構硬いんですけど、そのままこの硬さがやっぱり伝わってきますね。あ、中は結構広いですね。あ、外側から知らなくていいですね。内側からジッパーがあるので、こういう感じですね。あ、あったかい。 It's pretty warm。 ここに締めるやつがついてるから、ここでしっかりこう、で結構あとジャンパーとかこうちゃんと着てこう入ればどうですかね。これで、あのね、かなりね、あったかい。どんどんね、この中のあの温度がすごいこう中にこもる感じがして、どんどん熱くなって あのヒートアップしてる感じですね。こんな感じですね。あ、全然寝れるわこれ。寝袋初めてなんですけど、初めてなんですけど、ちょっと感動してます。はい、これがね、3000円のコージーワンっていう、あの激安寝袋ですね。全然ね、あの初めて使うんですけど、あの悪くないと思います。こうかな。こうやってまずまっすぐに畳んで、でここで綺麗に伸ばして、でここからね、くる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 。無理な感じじゃないですね、全然。頭使うというか、まあ、普通の中学生ぐらいからやったらできると思う。で、はい、入りました。いや、3000円にしてはね、いいんじゃないかな。ちょっと足も使いながら。ちょっと手ではね、ちょっとパワーが。はい、で、こんな感じですね。はい、こんな感じです。いや、早い、いいんじゃない ?3000 円にしては。はい、これ私買ったやつがネイチャーハイクというブランドのものです。あ、もうね、全然あの、もうここからもうね、あのちょっと肌触りが違いますね。こういう感じで一回緩ませる感じですかね。あ、なるほど。それでこういう風になって、パラシュートみたいになってますね。3000円と1万円の商品の違いっていうのはすごい身に染みで感じています。で、ちょっとね、ダウンっぽい素材のものを私は選びました。で、やっぱりかなりね、調べていったんですけれども、ダウンみたいなこう伸縮するこう素材の方があったかさとか、あと収納のコンパクトさっていうところもあるみたいです。はい、あ、で、カバーはこんな感じで取れました。なんかシルクみたいな素材ですね。で、これは外側、あ、これはね、さっき3000円のやつは内側にもチャックがついてたんですけど、これはね、こういう風にちょっとね、見えづらいかもしれないですけど、チャックがこういう風に回るように見えますかね。チャックがこういう風に内側にも外側にも、まあ、なるようになってます。はい、じゃあこれ実際に、開けていきたいと思います。で、チャックは、下まで下がって、そうですね、取れるわけではないけれども、かなり足の下の方まで開いていくデザインになってますね。
はい、じゃあこれもね、実際入っていきたいと思います。ちょっとね、山系のものってなんか派手な色がなんかいいなと思って、まあそ、あの中はね、ちょっと黄色っぽい感じのあのにしました。ああもうね全然違うわ。Super different. Much better. ああこれ寝れるわ。あ、柔らかい柔らかい。あ、全然いいわ。これね、素材がめっちゃいいから、マット、こうさっきの3000のやつに比べて、このね、床の硬さっていうのがちょっとね、和らいでる感じがしますね。じゃあ、これ実際閉じていきたいと思います。気持ちいいね、素材がやっぱりいいですね。あ、でね、だんだんね、膨らんできましたね、さっき。で、匂いとかも何もないですね。毛虫？あ、毛虫みたい。あ、でね、It's really cute. 中、ここ、ここまで行きますよ。 So cute. さっきね、あのここ胸ぐらいまでしか行かなかったんですけど、これね、もうね、全身を、顔だけ。あ、で、さらに、あ、これが限界なのかな。で、ちょっとね、こういう風に足ぼめたら、こういう風な感じで、こういう感じですね。はいはいはい。いや、すごいね、熱いです。もうね、熱い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 。これね、やばいやばい、めっちゃ熱いわ。家の中でこれ今入ってるんですけど、これね、ちょっとね、伝わらないと思うんですけど、ぜひね、ほんとね、3000円と1万円のやつ、まあこれね、これには上が上にがあって、5万円の、その何がとかね、いろいろあるんですけど、あの、いろいろね、やってみたら多分全然違うのかなと思います。これね、やっぱりふわふわですごい、あの、膨らんでくる感じがすげえいいっすね。はい。じゃあこれね、実際、こんな感じでした。で、次、じゃあマットの方もね、開けていきたいと思います。ちょっと思ったよりもでかいので、ちょっと持ち運びする際は結構大変なのかなと思います。まあでも寝袋だけで泊まるっていうのはちょっと結構ハードル高いと思うので、まあ必要不可欠なのかなと思います。こんな感じですね。はい、開けていきたいと思います。はい、で、ここにね、2つこうやって縛ってある感じですね。バンドがついてます。はい、で、広げていきたいと思います。あ、これは逆でしたね。どっちかかな。はい、広がりました。なんかね、オリーブでちょっとアーミーっぽい感じで。Did you choose the color? Yeah. Of course. It looks kind of like military. Yeah. So,で、その後、こんな感じですね。すごい、あの、今伸縮されてる感じですね。で、これがね、結構ほわほわにベッドみたいになるみたいなので、ちょっとこれやっていきたいと思います。で、これをね、開けて、あ、ほら、ねじると。聞こえますか？はい。で、これね、いいのは2つついてるんですよ、これ。あ、膨らんできてる。膨らんできてます。膨らんできてます。こんな感じですね。ああ、すごいいいわ。ちょっとね、空気入っただけですけど、かなりあのほわほわな感じで、あのすごいいいわ。で、さっきの寝袋もあればね、すごいいいんじゃないですかね。ちょっと私166センチぐらいなんですけど、どうですかね、全部収まってますよ。腕こうやって寝るのが好きなんですけど、私入ってますね、こういう感じで。うん、こういう感じで、もうこれだけでも寝れちゃいそうですね、結構。でもこれね、フラットなんですけど、実際外なんで
ちょっと岩とかゴツゴツしてるんで、あの石とかあると思うんですけど、それ実際どうなのかっていうのをね、キャンプ行って検証してみたいですね。はい、さっきと同じ感じでこれをね、くるくる巻いていきます。くる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 、その時にこれをね、開けといてくるくるなんでしょうね、きっとね。こんな感じですね。なんかね、圧縮袋みたいになってますね。こんな感じで空気がこうやってね、宿が出てきますので、で、こう巻いたらここをね、こうやってやら閉めるだけですね。ペットボトルのキャップみたいなのついてるんですけど、いや、これね、これだけですよ。これだけで終わりです。超楽ですよ。んで、このねマットにとこにね、こうやってスッとこう、スッとこうやって、超楽ですよ。ほら、どう？ Very easy. Very easy. キャンプ行ったことない人が語ります。はい、じゃあこれね、畳んでいきたいと思います。で、実際に多分テントの中で畳むので、このぐらいのスペースで、あの実際にさっきからやってるのは、まあテントってこのぐらいの大きさだと思うので、あの座りながら片付けられる、立たないでも座ってて片付けられるって結構大事なんじゃないですかね。じゃあ、畳んでいきたいと思います。で、これね、多分半分ですね。一回縦に半分で、一回縦に半分で折ってって感じっぽいね。縦に一回こう体に沿ってこうやって折るといいかもしれないですね。で、あのキャンプ一回も行ったことない人が語りますと。で、こうくる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 、で、ね、空気を抜く感じですかね。くる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 、うん、どうですかね。かなり簡単じゃないですか。あのね、これね、特にね、あんまり力がいらなかったなっていう印象です。うん、なんかね、力を入れなくていいので、なんかすごい疲れてる時とかでもうこうスッと優しい力で入ってくので、あのやっぱり安いものはグッてグッグッて力入れなきゃいけなかったので、まあそこは結構血がストレスフリーなのかなっていうのは思いますね。うん、力がいりませんでした。はい、でこうですね、こんな感じです。力がいらなくて片付けることができるって最高ですよね。結構いろいろね、片付けて力がうんうんってこう必要だと思うんですけど、これはね、いりませんでしたと。で、これをね、最後パラシュートみたいなやつをしっかりつけて、こう入り口のね、多分ね、これがこっちはないと思うんですけど、ここもね、あの大事な、寝袋の一部なので、しっかりここがね、焼けちゃったりとかすると穴が開いたりとか傷ついたりすると、寝てる時にここからあの雪が入ってきたりとか雨が入ってきたりとかして寒いから、多分これプロテクターが多分ちゃんとついてるんだと思います。はい、この、3つ、今ね購入したやつを早速開けて、使ってみて、しまうところまでっていう方の一連の流れをやってみました。で、多分あの買ってそのままキャンプに行くんじゃなくて、キャンプに行く前にしっかり道具を使えるかどうか確認して、不備がないかっていうのを確認 したかったのもあったので、このまあ動画を撮影しました。で、これ実際に、ね、使ってみて、実際に外で使ってみてどうなのかっていうところもが本番なので、あので、寝れることができるのかっていうところ、そこまでが本番だと思うので、まあちょっとね、そこもね、また動画収めていけたらと思います。